長クラスってのはこんなに強いのか。これに懲りたら契約書を盗もうなどと考えないことです。それより早くアトランティカ記念博物館に行った方がいいんじゃない。タイムリミットは明日の日没まで。もう時間がありませんよ。ま、今から俺らにボコボコにされて保健室で寝てたらもうタイムリミットかもだけどね。また来るぞ。さあ、召喚魔法は得意じゃねえけど、いでよ大釜。おま、僕の真似するな。昨日も言ったじゃん、そんな当たんねえや。バインドザハート。フロイド、どこに向けて魔法を打ってるんだ。金庫に向けてそらすやつがあるか。あ、ごめん。あ、扉に傷が。ダイヤルや蝶つがいはバカになってないな。よかった。ユニーク魔法を考えなしに使うのはやめろといつも言ってるだろ。何度言えばわかるんだ。ごめんって、ちっせえ傷がついたぐらいでそんな怒んなくてもいいじゃん。壊れてからじゃ遅いんだよ。二人とも落ち着きなさい。さもないと彼らが逃げちゃいますよ。え、今がチャンス。アバヨン、なんだぞ。待ちなさい。ジェイド、フロイド、応援。なんか怒られてテンション下がった。そんなことを言ってる場合か。お前はなんでそんなに気分屋なんだ。アズールこそなんでそこまでカリカリできんの。いいじゃん、金庫が壊れたって契約書は無敵なんでしょ。お前は僕にずっと契約書の束を背負ってあるけどでも言うのか。いけないいけない、またフロイドのペースに巻き込まれていました。まったく。ジェイド、これからも彼らの監視とフロイドの重りを怠らないように。かしこまりました。あー、つまんね。午後サボってどっかで昼寝しよう。はあ、やれやれ。ヒヤッとしたな。もうジャックがでかいから。お前らより鍛えてるだけだろうが。それに狼はもともと体がでかいもんなんだ。あの契約書、破れないどころか触れもしないと。今日のところはここまでか。貴重な一日を棒に振っちまったんだぞ。本当に破る方法なんかあんのかよ。